皆さんどうも、たかしむです。今回はですね、広島県の南部に位置します三原市の中心市街地を散策した時の様子を動画にアップしてまいります。映像の方、JR 山陽本線を利用しまして、三原駅の方にやってまいりました。このように駅の中でありますけども、新幹線もね、こちら停車する駅ということもありまして、結構そこそのこのね、広さあるような感じで、このように駅の外から見てもですね、この広々としている感じがしますね。で、駅前の様子になってくるんですけども、このように大変清潔感のある噴水、そしてね、ニュースの掲示とかね、あとはこのように駅前のビル群、ずらずらっと、まあ5階建てから10階建てぐらいの建物並んでいるでしょうか。結構ね、高さありますよね。ロータリーもね、結構大きかったりして。で、これね、駅前の中の一つの通り入っていっておりますけれども、今ね、右手見えましたように、自動車がね、停車するスペースがあるということでね、日本って結構、まあ、路駐だったり、路上に停車するっていうのがね、他国に比べて、規制が厳しい、あれがあると思いますから、これがあるだけでね、車での中心市街地の利用って結構便利になるんですよね。で、駅前にね、これ連なっている建物でありますけども、まあ、居酒屋とかがね、結構大手のやつがちょくちょくね、見えていますかね。まあ、そうでなくても、今映りましたけども、結構そういう飲み屋が入っているようなね、ビルなんかね、見えちゃったりして、結構それが、こちらね、駅からまっすぐ伸びている通りでありますけれども、まあね、そこから少し奥の方を覗いても、連なっていると、細い通りにもね、ずらずらと連なっていると、今歩いたのが多分マリンロードという通りかな。で、そこからですね、国道、こちら、185号線になりまして、こちらの大通りに出てまいりましたらですね、大変大きなホテル、そして、マンション。さらにはですね、ヤマダ電機も見えて、このように結構ね、大手のお店がね、結構あれですよ。郊外にね、ありそうな普通の都市だったら、そういう感じのロードサイド店舗的なやつがね、もう駅から歩いてすぐの国道沿いにあるっていうのが、この街の特徴なのかなというふうに思いますけれどもね。で、ヤマダ電機から少し東の方行きましたら、このようにエブリィとありますけども、業務スーパーとかありますが、そういったスーパーマーケット、そして春山の紳士服屋さんとかもね、ありまして、このエブリィというところでね、この日の晩ご飯を買ったんですけれども、結構ね、安いご飯もありまして、私ね、大トロのお刺身が入った、他にもね、サーモンとか入ったね、お刺身買ったんですけど、10切れぐらいで、大トロがね、そのうちの3分の1占めてて、500円というね、大変安いあれでありまして。で、極めつけはね、今映りました、イオン三原店ですよ。これ国道沿いにね、普通にありまして、駅からも歩いてね、そんなかからない距離にイオンがあるというね。かといって駅前のイオンでもないっていうのが、なんかいいですよね。私ね、本当に、で、これね、川沿い。いいですよね。山の景色とか、自然とね、共存している、一体化しているような、自然が近い、いい感じのね、環境の都市ですよね。で、川を越えた先にはですね、ファミレスのビッグボーイ、あとは、セブンイレブンとか、ローソンのコンビニ、そして、快活クラブなんかもあったりしてね。で、この街、9万人のね、人口を有する都市だそうで。で、減少傾向にね、ここ20年ほどあるようですね。まあ、そういう人口減少の傾向と、まあ、共存していくためにですね、この街はコンパクトシティの政策というのをね、市が打ち出しているんですよね。そういう影響もあってなのか、まあ、ただね、この三原市という街、地理的にですね、平地もまあそんなに多くはないのでね、なので、
こういう街にするのが一番ね、正解なんじゃないかなというふうに思いまして、私個人的にはね、推しなんですよね、見晴らしっていうのはね。ちょっとね、裏通りから駅の方に戻ってまいりまして、で、またね、先ほど歩いていない駅前通り、こちらをね、歩くことにしました。多分、グリーンロードという通りになります。こちらがこのようにですね、先ほどの通り以上に、ちょっと奥のね、雰囲気、奥の通りの雰囲気がありまして、スナック街、そしてお好み焼き屋さんのね、お店もありましたけれども、まあ、こんな感じでですね、三原市の駅前、大変飲み屋さんが充実しているような感じになりますね。で、まあ、こういうね、駅前のちょっと奥の通りには、こういう個人の飲食店だったりがあると。で、国道沿いは、もうね、もう駅からすぐの国道ですよ。急にね、そういうところは大手のお店が連なっていると。で、これ、少し先ほどの通りから西の方行きまして、ペアシティ南ロードとか東ロードっていう通りのあたりだそうなんですけれども、この辺となってきますと、結構大手の居酒屋だったり、カラオケ屋さんが複数入ってくるという感じでですね、もう完全に夜ね、飲み歩いて遊ぶにはぴったりの街ということで。その辺見てからですね、これ駅の中の様子、だるまがね、三原のだるまが有名ということらそうですね。あと、このように勉強したりね、なんか仕事とかできるようなスペースがあったりして、なんか電車の待ち時間とかに活用できそうでいいですよね。先ほどのだるまね、地域の小学校かどっかのね、生徒さん、児童の方々がね、作ったようで、いいですよね、地元の伝統を守るっていうのは。で、駅のこれ北側に出てきたんですけども、これね、なんか浮城という意味を持っているらしいですね、この三原城の城跡。なんか満潮の時に浮いた、海に浮いたように見えるとか、なんかそういう感じの見た気がしますが、ちょっとちゃんと見てなくてすみません。ということで、駅の北の方にありますホテルリブアックスの方にね、宿泊いたしました。で、これね、この日なんとなんと最上階の確か角部屋だった気がしまして、で、このようにね、駅前のマンションの間からですね、三原駅を望むことができまして、新幹線がね、通過したり停車したりっていうのを全部ね、窓から眺めることができて、大変いい、ホテルでの滞在となりました。で、その後にですね、あ、ちなみにこのホテルめちゃめちゃ安くてですね、定価で2000円台ぐらいで、なんか、じゃらんのね、クーポンとか使って、なんか、400、500円ぐらいで泊まりましたね。まあそんな感じで、これ翌朝ということで、前の日に歩いていないエリアを探索していく形となります。まあそんな感じでですね、昨日は、まあ、駅から南東側をね、メインに歩きましたけれども、この日はですね、南西側の市街地なんかを歩いちゃったりしてね、昨日よりも広範囲歩いてまいります。ということで、昨日歩いていない駅前のね、奥の通りから国道、これ2号線ですよね、こちらに出てまいりました。で、このようにコンビニとかもあるんですけれども、で、ちょっとね、カメラグルーってしますと、このようにね、船が見えまして、かなりね、これ海沿いの都市となっておりまして、港もあるんですよね。で、フェリーがね、各地に出ているという形になります。で、これね、国道沿いですけれども、いいですよね。結構駅から近いということで、しっかりオフィスビルなんかも、ね、立っちゃっているという形でありまして。で、そこから、こちらね、並木通りという通りのようなんですが、そちらを南の方に行きます。このように中小というかね、個人事業のね、なんかお店みたいのありまして、で、それを南越えていきますと、今右、映りましたのが三原市役所となります。でね、これ橋を越えているところでありまして、で、そこの橋からね、市街地の方をこのように眺めると、大変ね、美しい海沿いの都市の景観となっておりまして、いい景観ですよね、本当にね。で、それをしばらく眺めた後にですね、川というか海というか越えていきまして、で、またね、すごい大きな商業施設があるんで、ぜひご覧いただきたいんですけども、まあ、ツタヤとかね、ガストだったり焼肉屋さんだったりがずらずらとあって、そこの奥にありますのが、こちらがですね、
富士グラン三原というね、ショッピングセンターになるんですね。まあ、富士グランと言いますとね、中四国の方で進出しているショッピングセンターになりますけれども、ここもなかなかのね、ニトリが入っちゃったりとかしてね、なかなかの規模でありました。で、向かいの方にはね、なんかヘリポートがあるような大きな病院があってね、地元のご高齢の方とかも安心なんじゃないでしょうかね、この周辺の地域のね。で、そこから西の方に行きますとね、駅のホームセンターがあったりとか、まあドラッグストアとかあって、で、結構マンション街みたいな風にね、あと住宅街みたいになりまして、そのね、一角に、これね、今一瞬映したのがテレビ局のようでしてね、そんなに調べてないんですけれども、地上波なのかな、ちょっと違う気がするんですけど、そうだったらすみません まあそんな感じで、こっちが、沼田川という情報、川のようでして、今ここ映ってるのがね、奥の方が海になってくるかと思うんですけども、で、その川をね、この沼田大橋っていう橋のようですが、越えていきまして、川の南側のね、もう本当にごくごく一部の市街地の方を覗いていきます。はい、でね、これバス停な、あれですよね、多分ね、古くなったバスのシートみたいなのね、待合用の椅子として活用しているような、すごくローカルなバス停なんかもあったりして、そこからですね、この南側のね、和田とかいうね、名前の地域なようなんですけども、その辺を歩いていきます。で、これね、幹線道路沿いではあるんですけれども、結構 街並みね、これスーパーのようですけどもね、やってるのかやってないのか怪しいような。で、これなんか時計台みたいなのもね、ありますけども、全然もう多分止まっちゃってるんでしょうね。ずれてたりしてね。まあでもね、個人の飲食店だったり、ドラッグストアとかコンビニとかね、ちょっとずつあったりしまして。で、ちゃっかりね、このように大きめのビルなんかもありまして、でもね、なかなか落ち着いた雰囲気で。まあ、JR のね、クレセンとかもね、横切っているような感じでありますけどもね、なかなか落ち着いた、景観のね、エリアとなっている感じですよね。でね、また別の橋を、渡って川を越えましてね、先ほどのね、行ったメインのね、市街地のエリアに戻っていきます。さっきね、奥の方に結構特徴的な建物を映したりする、あれがね、多分大学だと思うんですよね。まあ、そんな感じでですね、市街地の西の端に大学があるような感じで、だからあれが西の端でありますから、で、逆にね、先ほど快活とか映したエリアなんかが、まあまあ東の方、もうちょっとね、東の方、都市ある、市街地あるんですけどもね、まあそんな感じで結構ね、市街地が狭くてコンパクトで、そこにこのようにお店が密集してるということでね、こちらが多分国道と県道のね、今映した交差点が、両方交差する場所だと思うんですけども、先ほどの交差点から西の方に行きますと、オートバックスだったり、カーディーラだったり、ココイチとかね、あと丸亀製麺とか、ありまして、結構そんな感じで、大手のお店がずらずらっと並んでいて、で、東の方は、はま寿司だったり、マクドナルド、ワークマンがあったりすると。で、今ね、宮浦大通りという通り、これ歩いている感じのっぽいんですけれども、この通り沿いもですね、結構、ダイソーの単独店舗があったりとか、ウォンツのドラッグストア、あとユニクロとかもあっちゃったりしてですね、セリアも単独店舗であったりしてという感じで。で、この奥もね、フレスタとかね、あとダイキ、そしてイエローハットなんかもあったようですけども、宮浦大通りのこちらね、通りね。そこからね、今、これ学園通りという通りに入っていまして、こちらもね、結構奥の通りになってくるんですけども、このようにね、飲食店があったりとか、あとね、なんといってもこのエディオンが大変目立ちますよね。エディオン三原店だそうですけれどもね。そうですね、結構奥の通りになってきてる気がするんですが、このように大型の商業施設が入っていると。で、日営というね、スーパーマーケットかな。あと、このようにゲオンなんかもあっちゃったりしてですね。このように奥の通りに行っても、大手の商業施設から個人のね、お店もそれに並んでね、ずらずらっと連なっているといった感じで、本当コンパクトシティとしてね、私本当にこの街好きなんですよね。で、このようにね、本当山陽本線と山陽新幹線もね、並んでいるという感じで、これね、線路沿いをね、駅側に戻っているような感じになるんですけども。で、北側はね、住宅地とか落ち着いている景観が大半で、
時々、今のようなスーパーもあったりという感じだなようですけどもね。そこから、これ国道の方に戻ってまいりまして、ジョイフルなんかもあったりしましてね。ここから東に行くと、先ほど歩いたね、駅前の通りになってくるという感じで、もうね、これだいぶ駅前の通りに近づいていってますけども。私ね、この街は一回、車でね、通過したことがありまして、それこそ今映っている通りですよ。これを初めてね、通った時にですね、私本当に感動しまして、こんなにかっこいいコンパクトシティがあるのかと。特にイオンなんか見えた時はね、本当興奮が止まらなくてですね、多分この日はですね、あれに行ったと思うんですよ。大久野島のね、うさぎの島があるでしょ。多分それに行った時だと思うんですが、こっちの方がね、それはないか。だからうさぎと見晴らしの経過がね、両方頭の中ですごく思い出として印象に残っている感じでありましてね。それぐらい私一目惚れしたんですよね、この街にね。まあそんなことを言っている間にですね、駅前のね、また奥の通りなんかも、探検しながら駅前に戻ってまいりまして、これね、はい、改めて最後に駅前通りをね、駅前通りと言いますか、駅前の景観を見ながら、三原駅の方戻ってまいりまして、また JR 山陽本線でね、こちら東の方を向かいまして、この後ね、また尾道とかね、あと福山、そして岡山方面にね、戻っていったという感じになります。はい、で、景観、三原市の方をね、車窓を見ながら、この動画お別れという感じなんですけどもね。この時はですね、瀬戸は、なんか瀬戸内パスみたいなのね、乗り放題切符みたいなのを JR の西日本がね、出していまして、そちらを活用しまして、岡山市とね、三原市を2日間行き放題になる、それで3000円ぐらいのね、大変お得な切符がありまして、それを利用したんですね。まあ、またね、そういう、私の移動事情といいますかね、交通の利用事情みたいなものをね、また別の動画というかね、チャンネルとかで、上げていこうかなという構想を立てておりますのでね、またその際はぜひご覧くださいね。ということで、ご視聴ありがとうございました。